ディープグラウンド。ミッドガル地下に建設された秘密施設。シンナ内でもごく一部の者しか知らぬ存在。そこは、あらゆる倫理を無視し、人がどれだけ強くなれるか、その実験と研究が長きにわたり行われている。誘拐され連れて来られた者、傷つき運び込まれた者、物心ついた時からいる者、ある日突然そこにいた者、そこがどこか知っている者、何も知らない者、様々な者がそこにいる。ディープグラウンド、シンナの闇。ようこそ。あんた、自分がどこにいるか分かっているか？まあいい。ここはディープグラウンド。シンナの闇。ただひたすら強き存在になることだけを義務付けられている場所。ここでは、新入りか。せいぜいいい実験材料になるように生き残るんだな。あれがレストリクターだ。存在しないはずの部隊、ロストフォース、ソルジャー第14部隊。奴らには逆らうなよ。ここでは絶対の存在だ。誰も奴らにはかなわない。たとえツビエイトだろうともな。ま、俺の話は終わりだ。あとはランキングボードのそばにいる教官から指示をもらってくれ。じゃ、また会おうや。命があったらな。無職と青を連れてこい。貴様と共にある作戦に同行してもらう。ふむ、了解した。シェルク、レストリクターが呼んでいる。いつものくだらぬ用事であろう。わかりました。あのものはどうですか？さて、未だ海のものとも山のものとも取れぬ。己が才を磨き、受けにでも入っておれば、あるいは。そうですか。まだこれからということですね。ああ。これが始まりであろうな。ツビエート、それも青きアスールと無色のシェルク。こんなところに彼らが来るとは。どこかのミッションへ参加するのか？you
がありませんが。何を考えているんだ。レストリクターの機嫌を損ねただけで、処分されたソルジャーは数えきれないんだぞ。そうか。ツビエートを見たのも初めてか。ツビエートとは、ここでは最強のランクを示す称号だ。その中でも、色のあざなを与えられた兵士は別格だ。先ほどの二人もそうだ。先頭にいたのが青木アスール。何年か前ここに放り込まれたが、瞬く間にツビエートまで昇進した。研究者たちも随分と喜んでいたな。それに力に対する執着が異常なまでに高い。ディープグラウンドを象徴するようなソルジャーだよ。それとその後ろにいたのは無色のシェルク。彼女は特殊だな。色がないという色を与えられている。もっともその意味までは知らぬがな。それに見た目通りの年齢ではない。私がここでソルジャーになる以前からツビエートだ。その他にも色を持つソルジャーは何人かいる。赤のロッソ、漆黒の闇ネロ、純白の帝王ヴァイス。特にその3人はディープグラウンドでトリプル S の危険度を持つ。見かけたら何も考えずに全力で逃げることを勧める。長くなったな。私の話はここまでだ。せいぜいくだらぬことで廃棄されぬようにな。 Z が PS。 彼らは先ほどツビエートになった。しかしそれは頂点ということではない。これからもさらに最強を目指し邁進するであろう。ただ強くなればなるだけ敵も多くなるのだがな。